今からあげる武器、はい。まあ、あんま、なんだっけ、全部で80発くらいしか持てないからに、弾薬ボックスめっちゃいる。おお。アルマズラへようこそ。あ、空新港。たな任務にアクセスするため、いいじゃん。探索し、情報と戦利品を確保しろ。敵のタス脅ク威今が何高だっいため、け？交戦が予想される。さっき確認したんやけど。ああ、はいはい。ちょっと待って。はい。あ、いやそれを、お前の武器をよこせ、お前。ー。ちょっと待って。どうやって渡すんだっけ、これ。こうか。右、あ、待っ右。ちゃった。おい。武器ってどうやって捨てるんだ、これ。俺は右クリックと R。中高階段が必要だ。捨てる。あ、オッケーオッケー。あ、来た。めくらだった。あ、覗くの遅そう。あ、それはそういうパスタムにしてる。超レーザービームだから、それ今。超レーザービーム。あ、これサプレッサー付き？ついてるよ。撃って。そこら辺の雑魚だったらワンパンだと思う。雑魚じゃないやつは全然ワンパンじゃないわ。やべ。ああ、本当だ。むずくね？何が？俺なんか、このサイトめっちゃ嫌いなんだけまあそれ広いもんだしね。ど。痛い痛い痛い。でもそんな鬼レートって感じの武器でもなくない？これ。いや、そうだよ。いや、それ、強いか。まあ、これが鬼レートになったらまずいな。俺、タやスクアーとマいーう汚よいやり。つはワンパンだぜ、それ。マジで。うん、それはそう。タスクというよりも、俺、この武器を無事に持って帰りたいな。じゃあ、一回帰るか。あ、敵がデポに投げてくる。そう、敵ね、乗る車、興奮になったせいで、プレイヤーとめっちゃ見間違うんだよ。へえ。普通に、なんか、いろんな車乗ってる。まあでも、所詮は NPC よ。うまい。とりあえず、ターミナルの方の様子を見て、2アーマー以上のものでも持ち帰れればいいわ。そうね。多分、リスポーンしてると思うよ。お、多いな。はい、で、いやにしても、初期の DMZ の頃と比べたら、まあ優しい NPC になったこと。わかんないです。本当に、重装兵は別として。まあ、でもスナイパー並みに NPC 狩りも楽々だね、これ。そう、ちょっとモニタープレ遠いイな。ヤーもめちゃめちゃ溶けるよ、それ。マジ？マジ。ありがてマジで強い。あと、それ、一つだけ言っとくと、レーザー、一番見えるレーザーついてるから、それだけ気をつけて。え。あ、わかった。危険なものを持たせてくれたな。いや、ちょっと、性能重視だから、それ。あ、UAV タワー遠いな。UV タワー。ああ、本当。とりあえず建物上行きたいな。あ、死んでる？ NPC。あ、それ俺殺した。あ、なんだ。とりあえず上行こう。いないかな？ウルトラはこキれ、ャンプ上のからね、敵なん傾か、向をタックマップで確認しろ。見えるんよな。あ、そうなの？ いや、ずっと撃たれてるの何って思ってたんだよ。下からだと思う。あ、てか忘れた。ターミナル。箱の数、外周の箱の数減ったんだよな。そう。付近の活動が増加中へし行かんて、と、警戒しいいろ。装備手に入らんか。重装だらけだけどね。やるしかねまあ、しゃあなし。まあ、こっちの？何？なんか波がお！飛んできた。びっくりした。
おお、え、どっから来た？え、どっから来た？音もなく来るやん。え、何事？あ、ここいる。なんか下でさ、戦ってねえ、これ。うん、そんな気がする。あ、勝て。あれ、重装で登ってきてる。おいおいおい。いや、わからんな。戦ってるのか、ただの NPC なのか。ただの NPC だったんじゃね。あの、中行くか。タック類のフルカス。うん。立っている。やったやった。はいはい。8個。ガスマスク。リバイブピストル。DM セットの操作がおぼつかねえ。やらなすぎて。ナイスすぎ。でもさ、2発切るよ。硬いやつも。強いな。それは強いわ。それは強いわ。ん？何この銃声。あー、あれ、あれ、あれ。でこいか。わー、ややこしい NPC は嫌だよ。あの、火力が。びっくりした。余裕で倒せる。あ、要塞キーカード。ガスマスク入ってるよ。あ、それはもらう。なんかさりげなくレベル3アーマー来てるし。拾っちゃった。あ、あったー。よしよしよし。しかもバックパック中。うまい。いいな、バックパック。下にいるー。危ない。おお。強すぎ。これはいいわ。強いっしょ、それ。これはいいわ。重装兵そんだけ解けるから、マジで。でも、待って。盾だ。びっくりした。でも、マルチで使われたらちょっとイライラするな。意外とそうでもない。え、そうでもない。意外とそうでもない。え？何も入っとらん。頭ワンパンされたらちょっと腹立つけど。そんなもんよ。帰るか。まあ、揃ったしな、割と。回収地点をマークした。おかしいな、なんかターミナルも燃えないな。前はあんなにボコられたのに。よいしょ。あ、UAV だ。収納しとこ。おぉ。いらっしゃ。UAV 装備した。あの回収地点ってもしかしてドーム？いや。あ、違うか。ドームの方だけど。ギリ違う。割と危険な回収地点じゃないのあれ。かもしれん。車両取るか。車をマークした。このマークスマン、走る速度めっちゃ遅くね。僕そう思ったよ、それ。だよね。いや、なんか軽いサブ向きで走ってもらってる。おこの辺それマジでね、出した PMC 湧いてるだろうと思ったけど、本当にかそってる今アルマスラ。ひょっとしてどうだい、どうだい、行くぜ。こんなの言ってくれみたいなジャンプ台だもん。あ
どう？ハンドリングが悪い。あの回収地点はどうやったら行けばいい？どうやって行けばいいかな？まあ、道なりで行くならここかな。そこで、ピンで曲がる。わかった。あ、ドームではないか、あの回収地点。あ？え？いや、今のは多分 NPC。はい、NPC。こう、こう。ちょっ、ストップ。なんか発砲してね、NPC。マジ。これ上にいる説ある。ちょ、マップ見てたや。どっち行ったりてね。今のは NPC。PMC 上にいるんじゃねえ、これ。撃ってんな。結構遠いけど。じゃあ今何を撃ってたんだ？いや、でもいるかもしんねえもんな。ガチでいたら UAV 使うよ。あ、撃ってる。あ、あ、あの辺だろ。すなれそう。どれだ？この辺、この辺か？この地点移動する。うん、いや、これだと思うんだよ。あれ NPC だな。右、あれじゃね？いや、動きが違うな。じゃあ多分この辺にいるな。うん、これだと思うんだよ。でも隠れ、ちょうど隠れて。あ、続々と。じゃあ多分あそこにいるんだろうけど、うん、ちょうど車線が、ね、ここからは見えないよ。あれ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 。あ、ダウンダウン。ナイスナイスナイス。殺せ！いやー、車線通らない。くそ。まだいるぞ、じゃあ。UAV 使った。ここここここ。ん？あ、違うかあれ。ボコボコにされてる。あれ、ボコられてるな。めちゃくちゃボコられてるけど。あ、木じゃ。あ、これ、俺木たかれても見えちゃうんだよな、このサイト。めさい。だけど。あ、待って、あれ一人じゃね？NPMC。ダウンしたな。あの、マークが一つしかない。で、ドームの方に敵二人撃つって。あ、やった。やった。ナイス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 。そこ、後ろ危険だわ。マジで。ドームの方、PMC 二人撃つってる。なるほど。いた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 。うわ、戦利品を。そやね。ソロでしたか？どれだっけ？これだ。あれ？俺触れん。触れん。そうだよ。なんで？いや。あ、同時に触れないんだ。うん。でね、今、うん、漁船側に敵見えたわ。多分、見えた？ PMC。結構上。あの回収地点、まあ、呼んだら来そうだよ。呼んだら来そうだね。呼んで誘ってみるか。うん。ちょっと待って、じゃあ、リコンドローン装備しとこう。うん、ミューニションボックス出せる。おお、さっき使っちゃった。あ、じゃあ俺使うわ今。出すよ。あ、ただ縦にセムテックス投げつけるために使っちゃったわ。
確かに玉持ちは悪いね。そう、玉持ちだけがダメ。保険でリコントロン出すわ。ここなんかね、ここ何あれ、これ違うか、NPC、あとはちょっとこの辺で動きある。こっちには接近してないわ。 あれ絶対プレイヤーじゃん。これプレイヤーだな、この3人。これこの3人プレイヤー。うん、紫アーマー。まあいいや、戦わず帰るか。あ、ダウンした。ナイス。俺帰るよ。俺も帰るよ。見えないな、どこにいるんだ。まあいいや。なんかちょっかい出しただけ。嫌がらせだ。いやもう身を守るためのリーコンドローンだから。よし、楽々新武器ゲット。新武器まだクロスボウもあるよ。なん知らないな、そんな子は。いや、クロスボウ今は解除できない激レア武器だけど。ああそうなの。やっぱ誰も使ってないじゃん。俺サーチでたまに使ってる。あれ、相手に盾が湧いてきたときはね、もう絶対盾を殺すまになる。あ、新しい会場となってる。アルマズラへようこそ。探索、略奪、情報の確保によって任務やターゲットへのアクセスが可能になる。現地部隊の抵抗や他の PMC に注意しろ。いいよ、来いよ、とりあえず。で、このリスポン怖いとこや。わかる。いや、怖いと言ってもそれは昔の話か。指揮官どこ？まあ、この辺か。この地点移動する。いつものど真ん中で。一応やるか。あの辺に人質回収、あ、レスキューホステージあんの？武器ケース回収して、レスキューホステージのヘリで帰るってできるよ、あれ。いや、武器ケース抱えたままそれは無理すぎない？倒す前にレスキューホステージやっ、あ、レスキューホステージって制限時間あったっけ？おー、覚えとらんな。あった気がすんな。いや、なかったらさ、人質置いてちょっと待っといてってできたんだけど。いや、そんな。まぁ、ちょっと守備が任せるわ。ちょっと、あさり。サルツでもここ大したもんねえな。アーマーさえあれば別に漁ってほしいもんなんてないわ。金とアーマー、つうか金稼いでからショップでアーマーを買いたいんだよ。え、なんでアーマー来てるじゃん。ああ、アーマーテア、ストックはね。あ、そう、2個しか持ってねえじゃん。あれとりあえずやんね。なんかあったから、ね、ショップもなんかあるし。まあ別に2個でもね、 NPC 買ってりゃ出てくるじゃん。それは理論値の話をしてるからダメです。いや、まあ。あ、なんだこれ。なんかおもちゃのナイフ、あいつだね。おもちゃのナイフ、なんかありそうだと思う、一瞬思ったけど。何にもないよ。何にもない。意外といるな。お、なんだこれ。あ、タイヤだった。ほら、落とすよ、全然。あ、まあ、プレートくれ。タイヤ欲しいや。
敵一人にアーマー3個溶かされるなんてザラだ。その溶かされてリベンジするときに巻いてる暇があるかと言われればないと思うが、あるある、時と場合による。アーマーを巻けるの。でこれ石はホステージ？いや。あ、どう？敵の戦闘員をマーク。あ、いや、あれは違うね。セキュアホステージでもいいけど。いや、武器ケース回収しちゃおうぜ。なんだこれ。はい。結構めんどくさいやつもしかして。あ、ね、来たとこ戻るんか。やめた。武器ケースじゃ、武器ケース。帰り道がな。武器ケース獲得して、あそこにパラシュートで集うんよ。これ先に。え？バギー？待って、なんか。当てたんだけどな。アーマーは全く無理だ。プロか。でも回収地点の場所的に楽なんじゃない、うん、回収できれば。まあ楽そうだね。ですね。倒したら一回一人がさ、先に回収地点飛んでって、呼んでから拾って、ちょっと、うん、なんていうの、いやいや、移る時間を減らそうみたいな。いや、そんな巧みな技はそんな通用しないと思うよ。ましてや、別々で行動するのは良くないと思う。武器ケースを落としても、取るまで移らんくね。まあいいか、まあ、なんとかなる。今平和だからアルマズラ。敵の攻撃を受けてる。揺れる。ん？中国人ふ札中国人。あのヘリ PMC っぽいな。だってパラシュートで降りてきたぞあれ。え？どれどれどれ？あのヘリ。嘘。お、降りたけどどこ行ったか、ちょっと表示の限界だった。ちょ、お。NPC 多いわ。ウルトラ閣員へ。あれはカルテルの要人坊、モントーヤだと思われる。やつの賞金首だ。車内から身元を確認しろ。モントーヤ？どこの誰ですか？金は欲しい。なんかひょっとした。モントーヤだと確定したぞ。確定したらしい。何に撃たれてんの？まず減らさんとな。ここ UAV あるのか。いた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 。車来てる。あれは NPC だ。 NPC か。だよね、あの動きはさすがに。ショップあるよ。アーマーを大量に買いたい。バッグ買えば。おバッグはある。バッグはある。中バッグは持ってる。ちょっと弾薬出すわ。うん、いつの間に要塞のキーカード取った。あ、デイバックパック。要塞のキーカードいらん。大ずるいな。あ、来たか。あ、ジャガの来た。ちょっとそのジャガードの前に UAV 動かしていきたいんだけどな。買ったあいつ。え、何撃ってる。あ、ブレすぎ。ブレすぎ。
その武器ならジャガノも楽々枯れちゃうんじゃね。うん、意外とか見えない、それはさ、それ無理なやつじゃね。割と死にそうだし。逃げろ逃げろ逃げろ。どれ反対いけるかな、このまま。ちょ、あれは見えないよ。さすがに。うまい。いで、撃つな。いで。だあ。死んだ。はい。トンネルの出口あたりで知っております。片付けてから助けるわ。よろしく。いやー、俺、テンパストレント使いたい。これさ、連射遅すぎて2発目撃つときに避難してブレるんだよ。ちょっと洞窟反対側、洞窟ってかトンネル反対側にも若干 NPC がいたんで。マジ？あ、いないの？ねえ、いるじゃねえかよ。勝てえな。ちょ、音するな。おっ、頑張れ。マジかよ、そんな登場の仕方する。縫ってきたけど。縫ってそっからスナイパーでパスパスやるしかないんじゃない？蘇生時間やばくね？いや、蘇生時間というか俺も死んでるから制限なんてないでしょ。あ、ないか。おっ、あれ、なんでそれ、そこはやばい、そこはやばい。後ろの小屋。わかった。あいつ、あの小屋より嫌だよ。そう、俺を起こす前にもう倒すこと考えた方がいいんじゃね。あ、もう。このスナイパー嫌い。どっか行った？真下に行ったりして。やってくれ。いや、増援来たよ。めんどくさいから起こそう。おっせぇ。俺これすぐ離れないとまずいな。まずいね。なんかね、後ろに回ってそうな気がするんだ、ジャガーの音。うん、怖い。これ後ろから来たら割と終わる。あー、まあ買っといてよかった、マジで。ここさ、ほんと兵士もうちょっと頑張ってほしいんだけど。反発音。ジャガのどこ行った？消えた。消えた。あ、あ、今いたな。キュイーンズ。いや、そう、なんかそういう視認性悪いとこに、あ、危ない危ない危ない。見たね。そういう妙に見にくい場所に現れるのやめてほしいわ。もうちょっと残せ。今ジャガの絶対真上に。じゃあ許さねえからな、ジャガの。ぶっ殺してやるから。あーす。あいす。あ、待って、プレイヤーだ、絶対。あの車絶対プレイヤー。ちょっと待って、俺スリーアーマーないんだが。え、落ちてなかった？落ちてない。あ、後ろ、危ない。後ろ。おいおい、分かってる。分かってる。で、それ、そこで倒しきれんかったらお前死だぞ。やばいやばいやばい。
ボックス出すよ。倒した倒した倒した。あ、ナイス。じゃあちょっと俺先に、先にてかもう脱出して向かうより。ちょっと待って、あの、あれ多分 PMC でしょ。あ、PMC じゃない。ね、ない、違ったわ。え、この銃声違う？うん。いや、いいわ、もう取って向かおうぜ。敵の攻撃を受けてる。いやー、この状況で向かう。行って。あれ、走行機。俺か。よし、俺取るよ。あれ取った。よし、行こう。あの車で行くか。いや、パラシュート。使える？使えると思うよ、この高さなら。使えそうだな。行こう行こう。え、行けな。え、行けな。ちょ、なんかいいところないか。これで行けなかったら怒った。あ、それはいける。いや、あの場所に乗ってて。了解。俺が呼ぶ。俺が呼ぶ。OK。今いないね、おそらく。なんかもくもくしてるからプレイヤーはいるかもしんない。あの、湧いたってことは。ブートロは敵は限界態勢だ。注意して進め。ブートロは台の方が回収に向かう。距離はあと2キロだ。敵の攻撃を受けてる。対岸めっちゃもくもくしてんだけど。なぜ？行って大丈夫か。いや、あの中域にいるだけ。ちょっと弾薬補給したくてさ。ウルトラワン、台の方は着陸する。安全を確保してくれ。このスナイパーはこれだから。お、安全だ。よし、帰れるな。お、あ、いや、俺のことは無視しろ。ああ、あれ、羽で死ぬのかよ。今、初めて死んだ。あれ、何してんの。あ、ちょっと待って。これ、パーティー組まれてるから、カウントが減らん。マジで？あと5秒待たんと。おお、やってくれたな。頑張ってくれ。頑張って。帰れるだろ。よし、飛んだ。おお、羽に気をつけろ。いや、あれで死ぬとは思わんかったもん。撃たれたのかと思ったわ、ジャンプしたときに。普通、羽地に。これとタスク、タスク、これ俺しか成功したことにならないんじゃね？マジで？いや、わからん。どうなる？いや、お、行った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 。あ、行った行った行った。よし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 。あ、危ない危ない。これをもう一回するだなんて、やだよ。え、武器ケースの確保ってこんな経験値もらえるんだ。え、何本もらった？1万ケースだけど。1万、うめえ。これケースの1万入ってないや。それはプロペラに当たりに行ったあなたが悪い。どう考えても。そんなプロペラごときで。バイオレオン面白すぎてバトルパス終わらなすぎてわろた。わろた。空港じゃん。空港や。え？空港。バイオ話題だよね。何か他のことしていたわけじゃないけど、バトルパス終わらなくてワロタなんだけど。どうしたらいい？それは知らんけど。それは知らんけど。シーズン3から本気出すってもう毎シーズン言わないといけないかもしんないわ。
UAV タワーは奥か。じゃあちゃちゃっとあなたのアーマーを、そう、アーマーだけ回収させてくれや。あ、待って、俺もさっきダウンした時になぜかレベ3アーマー紛失したから拾わんとな。紛失したから忘れてた。そう、いや、僕もバトルパス終わってません。僕に関してはバトルパスなんと2分の1も終わってませんからね。大丈夫か。大丈夫。俺は昨日バトルパス終わったから。昨日マジで勝ち組だもん。さすがやな。俺もあんまりやってなかったな。やべ、プレイ時間だけはもうあなたに負けるわ。プレイ時間だけを。また盾か、暗いこの野郎。え、フラグダメかよ。ちょっと待って、もう一回これ。バカだれめ。一応滑走路反対側に PMC リスポーンがあるかもしれないんで、注意と。それは、あ、サンプレート入ってるわ。運命、余分に入ってるというの。あらやだ。2枚入って、2枚っていうか2個。いや、つえー、このマックスの最強最強。首元2発で固めのやつも倒せちゃう。シグナルより強いじゃんそれ。やべ、間違った。隠れろ。あ、アーマーボックスが入ったよ今箱の中に。マジそれは欲しい。つかアーマーなくなっちゃった。何つか俺めっちゃ金貯まったんだが、なんでだ。また立て、行って。ちょ、ないんだけど、グレネード。あ、C4 あるじゃん、こんなとこに。クライムやろ。ダニ。俺死んだべ。死んだ。縦狩り下手だわ。縦狩り下手だわ。ちょ、アーマーボックス開けるわ。ほい。サンプレートアーマー。ヘリ、え、あのヘリ、いや、あれは援軍でしょ。だよね、今僕の音したし。俺はいつだって疑心暗鬼だよ。この辺人質救出はないな。うん、ないな。そんなのもあった。あー。わっ！ちょ、人がマップ見てるときに。やめてくれ。でえって。あれ、ホステージありに行く。もしくはショップが近くにあるなら迫撃砲購入するか。あ、そう、それは金ある。金1万8000。金あるよ。金ある。どれだけこのマークスマンライフルが重たいかよくわかるわ。SMG 足めっちゃ速い。そういう。やべ。何それ。これさ、結構距離で威力落ちてる説ない。
そんなことないか。それはどの10文字やに。いやでもそれ射程だいぶ伸ばしてるし。ああ、そうなの。そんなだと思うけど。俺の当てどころが悪いのか。当てどころ。撃ってるかな。普通に敵いるんよ。おらんでしょ。迫撃撃ってない。ここはないやつか。 UAV が撃ってた。いらねえ。どうしようかな。せっかく金あるから。近く全然ショップねえな。でもおまけに人質救出、人質救出はすぐそこにあるよ。一旦ここのショップも見に行くか。うん、うん、この上車あったよね。あったね。あれ ?0 円なんで。え、あ、まあ買って金がなくなった。とりゃショップは向こうか。デリン、こういうショップを周回してる時に限って欲しいものが入ってないんだよな。イルストリー結構数あるし。そう。いって。つかこの辺めちゃくちゃ重たかった記憶なの。つかなんか無駄に敵も多いし。多いな。多いな。民兵が多いよ。マジで。上から生きて登りたい。そろそろ弾出すな。うんうん、多いな多い。あ、こっちに取れるじゃん。ちょ、多いわここ。それね。クライパーがやろあ、おい、おい、知った。絶対バトルロイヤルで謎チャットやめてほしい、うん、無限に要塞のキーカード落ちてんな。うん、あ、ここも UAV です。あ、ここも。ダメだな。PMC 買った時に、そいつが持ってることを祈るぐらいの方がいいまである。いやー、すごい。さすがに。さすがに。セムテックスを使う。木の中いるわ。いるな。見えないんだが。何も見え。あそこ左ね。いやー MP。これなんだっけ MP7 か。弱え。昔の MP7 はそんなんじゃな、こんなもんじゃなかったはずなんだけど。 DMZ の SMG は弱いよ。 NPC 狩りにも使えんわ。じゃあレスセキュアホステージ
するか。おい、どこだったっけ。これか。これ赤外インテルか。ちょっと待って、先に敵からんと。この辺さっきあった気した。さっきあったよね、敵。あ、多分やったんだわ、多分やってるね。やったのか、俺の知らないところで。どういうことだ。じゃあ違うホステージ助けよう。手錠みたいなマークだったはず。あ、じゃあこれだ。確か。あるじゃん。了解。ホステージ契約。弾出すね。うん。弾薬があるぞ。ショックスティックを投げる。え？いや、補充するならせっかくなら投げとこうかなって。あ、列車来る。マジ。まあいいや。来てる。ああ。遠ざかってる。今奥の方で飛んでくヘリが見えたね。セキュアホステージやね。こっちはショップないもんな。ふっふっ、残れ。今何のモードですか？まあ、DMZ です。DMZ でとりあえずタスク消化してます。俺もうマジ、部屋1とか2の序盤も序盤で。やってなかったな、全然。あの、マルチプレイヤーに夢中で。あ、UAV 動かしとくか。バトルパス40何パーセントが放題点じゃねえ。な、何？わあ、めっちゃいるよ、NPC。これが UAV。え、PMC がいないことを知りたい。いなそう。いないね。今来てる車両も NPC だね。セキュアホステージじゃなくて。いや、セキュアホステージで合ってる。なんだ。もう窓に弾かれたんだけど。どれだ。ほっ。今取った。オッケー。敵多いな、この辺。上出るか。あ、近いのか。すぐ下通り。あ、上じゃん。隣の建物の家か。あれか。いたいたい。ああ、これ押すと突入しちゃうのか。じゃあでしょ、下の敵先に減らしたいな。だね。持ってくんな。やべ。言う通りに。登ってくんな。まあ、頑張っていく。ちょ待ってくれ。めちゃくちゃ来る。どこにいる？わからねえ。ああ、ここか。突入する？突入し。いいよ。オッケー。え？あ、どこ？おい、違うとこ。あ、いた。おお、角角角。よし。マジでしょ。開けた瞬間目と目合っただけなんだよな、さっきの部屋。回収ヘリは？ちょいと。それ、この信どうやって行くの？銃は使えるんだっけ、その格好で。いや、無理。あ、無理か。出ておりん、これ。
大統領。建物内部から下っていくしかないんじゃない。俺はパルクルス。わかった。し。ちょっと帰ろ。これで接敵したらマジで。まあ映ってなかったし、おらんでしょ。大丈夫かな。そこそこ金貯まったのにな。ショップに売ってないんじゃどうにもならんわ。まあ、でもこれ人質だけ乗せて売買もできる。ああ、まあそっか。売買しちゃう？それでもいいんじゃね。あ、いけねえのこれ。え、あ、無理。はい、あ、いや、一緒に出して、あ、じゃあいいや。こいつだけ返してやる。これどうせなら、あれじゃん。あれじゃん。はい、オッケー。他のショップ巡り。せやな。アーマー巻いた瞬間出てきた。弾、あ、弾拾えるな、ここ。もう落ちてるじゃない。はっ。これはどこに落ちてるんだい？ん？あ、これか。弾持ちだけひたすらに悪いわ、この武器。うん。マジでそれ。でっさー。ドア、ショップ、ここ、近くにある。うん。車両、ああ、 NPC です。 NPC、 その車をありがたくいただくとしよう。もう乗ってないな。あれ乗ってるじゃん。降りてください。対抗警団が必要だ。はい、行くぞ。あ、それ乗ってあのショップ向かうの。はい、これ買って車だから。買って車。キロセ最悪だけどね。てりゃ重そう。おや、よいしょ。よいしょ。ここ持ってきているわ。ちょっと片付けんと。多いわ。ビリヤード。ビリヤードできそう。ビリヤード？できねえじゃねえかも。なんでよ。また弾足りなくなっちゃうな。すぐ弾なくなる。すぐ弾なくなる。便利だけどすぐなくなる。売ってるかな。あ、あった。なんだ。撃ってるじゃん。ちゃんと見てなかったけど、あった。あった。いいじゃん。それで敵8体倒す。そこそこ開けた場所でそのぐらいの敵を集めないといけないのか。そうだね。まあ俺一応もう一個帰るから。あ、来たな、ちょうど。これ、上登れる。一個で8体は無理で。それは、うん、無理だと思う。今降りてきたところあたりにとりあえずめがけて。どこに降りてきた？あれ？つか、やばい、あの、早く使わないとタイムリミット来ちゃうわ。あー、ここら辺に、あ、やべ、落ちた、落ちた。この辺使ったら当たる？
一人ぐらいしかやりなそう。まあいいや、とりあえずやるわ。使った。使っても脱出向かっちゃわね。なんか UAV ついてっけど。あ、こいつら波の兵士じゃないから。死なねえ、全然。死なねえでいくぞ。え、一人か死んだかこれ。進んでないと思う。死んでない。あ、一人死んだ。一人死んだ。うん、つか店舗で迫撃砲購入したのになんでそっちのタスク進んどらんの。購入、あ、そっか。購入はこっちもやんなきゃいけないんじゃね、もしかして。いや、まさか。いや。あ、脱出した時に、脱出した時に進むとこかな。別に買うだけだし。ウルタロは風が強くなってきたぞ。回収地点に向かえ。結局ティアが進んでくると並行してタスクやるって難しいんだよな。タカがティアに。ソリ。うん。つか俺ら海岸沿いにいたんだから船使ってアルバグラフォートレス行った方が早かったんじゃね。それ。それ。こっちむしろ快適する確率上がるのでは。いや、死んでもいいんだよ別に。よくはねえ。ミューニションボックス持ってたっけ、まだ。あ、まあ、めっちゃある。俺今3個持ってる。もらっていいすか。弾は大丈夫です。まあいいよ。もうなんで後ろから来るんだよ、次から次へと。なんで航空支援が飛んでんの。絶対あれ、PMC。だよね。どう考えても PMC。付近の活動が増加している。警戒しろ。回収地点で快適してるんじゃね。相当近かったぜ。いや、まああれ、直線上に飛んでくるから、帰り道だった説あるけど。まあ、いや。まあいや、実害ねえしも。川だよ。あ、でもこのぐらいならいけるな。おっ。ウートロは敵は限界態勢だ。注意して進め。ああ、UAV。ああ、動いてるね。やだな。ちょっと動いてるよね。ぐるっと回るか。こっちも出した。おいおい、3人映ってるぞ。まず建物の上にいるな、2人。俺たちの割とすぐ近くにいるんじゃね、これ。これじゃ？これだろ、いた。あ、ダウンした。ナイス。いや、UAV 切れちゃった。あ、なんか固まってた。ナイス。なんだあいつ。今の PMC だ、ここにいる。ダウンしたかはちょっとわかんないわ。うん、UAV 短いな。当たってる当たってる。マジ？当たってない。うわ、紫はまだな。いるな。やった。ナイス。アーマーマークに。ウルトラはやばい。放射性物質が拡散されている。早く回収地点に向かえ。とりあえずヘリ行くか。ちょっとまだ敵いるかもしれんけど。うん。UAV 動かすチャンスないかこれ。
ないか。俺はちょっと狙ってみる。オッケー。まだそんなに。うん。ここ遠いはず。いや、遠い。割と近い。まあいいや。とりあえず動かす。いやー、近くにいるな。いや、でも、俺らそっから行けばいいし、よくね。一か八かだわ。相手範囲が行ったな。範囲が行ったな。客席から行ける。入ったか？でもヘリの音しなかったよね。絶対この真上とかいたら怖いよ。ちょっと先に投げ物補充する。弾薬をドロップする。おわ。いや、とりあえず呼びに行くか、車内は。この辺の木箱に隠れるしかない。呼んだ。うわ、スナイパーで見てる。ここ、二人いる。やばいかも。危な。行って、一人接近してるかもしんないわ、俺の方。OK。援護よろしく。うん。いやー、重装兵いる。また撃たれた。ウルトラ1、着陸地点を視認した。場所を開けてくれ。やっべ。いやー、ダメだわ、これ。思ったより近かった。思ったより近かった。ちょっとスナイパーだけだろうと思って動いてていいかなと思ったけど、全然ダメだと。2人はいたわ。そう、人が帰ろうとしてるところをずっと監視しやがって。ちょっと待って。人質回収ヘリで脱出するまでが人質救出だったわ。そうなの？忘れたわ。なんだよ、それ。一緒に帰るまでが人質救出かよ。あれ、どんだけダメだったんだ。どんだけダメだったわ。解くべきだったか。現地部隊の抵抗や他の PMC に注意しろ。あ、いや、密輸トンネルになってるわ。マジかよ。そっちやねんな。切り替えてないと。なんで？人質開拓天空。変えるって言ったじゃん、さっき。じゃあ、人質。ちょっと何も聞いてなかったわ。じゃあ、人質助けるか。あ、すぐそう。はい。まあ、できれば、まあ、欲しいけど。ミューションボックスないから、まず、金く。金ちょっと金稼いでミュニションボックスとアーマー欲しくない？まあ人質をパパッと連れ帰っちゃって次の町で集めればよくね。パパッと行くならいいけど。パパッと行こう。まあまああと1枚しかねえ。ちょっとやばそう。足元に敵3人いた。あ、サプレッサーつけるの忘れた。え、これ落としてるじゃん。このポイントだ。俺のもんだ。俺はダメージなど食らおう。ダメージなど食らおう。超人だな。あの人質も家の中かな。野外で人質に。まあそっか、野外なんてありえんか。ありえん。ちょっと撤収したい。よし。俺も今撤収したんだけど、これで進むのかな、イベントが。進んでたらかなり楽すぎる。なんか音するな。
いい箱がある音がする。お邪魔くさい。あれ？何？鍵がかかってるだと。こっから入んのかな？あ、ちょっと。ミスったー。ねえ、その部屋鍵かかってない？お。となると、窓から侵入できるかな？ね、鍵付きの、なんてことある。俺はこっから、あ、開いてねえ。あの、ベランダにあったわ、タスクの。アイテム。危ない。どうしたどうした。どっから行った？こっちっすね。え？あ、取ったの？取ったよ。まあ、遊んでる間に俺は取ったぞ。いつの間に。なんちゅうとこに捕まってるんだい？とりあえず UAV 動かすか。とりあえず。とりあえず。こんな偏僻な。なんか車の音。すごい遠いけど車。現場には多くの敵がいるようだ。はい、あ、そっち。なんだいよろしく。音。おらんね。そこの家、要塞か。あ、要塞というか、ね、ここに人質がいるのか。先になんか片付けるねえかな。適当に考えて。無理でしょ。無理か。侵入します。侵入する。こっち。移動する。いいよ。OK。俺こっちから行く。硬すぎー。ちょ、やば。クソ硬い。上だ。トラップあるかもしれない。トラップある、トラップある。それ撃つのはまずいと思う。ちょ、やばいよ。大丈夫。俺が助けてやる。人質が爆発しちゃう。まだ大丈夫。ありがとう。はい。あ、デカバックパックじゃん、こんなところに。マジかよ。うますぎる。金庫。開けちゃった。あ、なんかトラック来たぞ、NPC の。全部武器ケース。武器ケースかよ。あれ、回収ヘリか。エリトー。おお、なんかいる。なんか家なんかいる。行って、ちょっと待って。セムテクスを投げる。今ゾロ目になったわ、レベル。お。444。指止まっちゃった。あ、じゃあもうシーズン2内ではもうソロカンストじゃん。そう、450レベルがカンスト。いいもん入ってんだろうなこれ。そう、金庫俺のもんだ。なんかあった？キメラ。え、キメラ？金の延べ棒とキメラ。いいのか悪いのか。あれ？人質ってどうしたっけ？あ、積んでんね。キメラ持ってない人だったら嬉しいかもしんないけど、あれ解除簡単だしな。
危ない危ない危ない、犬に当たるのよ。俺はそんな失敗をしねえ。人質の回収完了。ヘリにはまだ空きがある。乗りたければ乗れ。帰るぞ。これで帰んなきゃいけない。そう、帰んなきゃいけない。なぜ帰る必要があるのかそれは知らない。カメラを展開する。待って、羽にカメラ投げたらバグったんだけど。人質を下ろさないとダメじゃね。本当だ。はい。本当だ。これ回収になった後に人質殺したらどうなるんだろう。なるんか。あ、早っ。ええ。スカベンジャーストロングアーム。スカベンジャー有能じゃね。確かに確かに。一緒チャレンジは進んだのか。どうだろうな。タスク近いところでリスポンしちゃったらもうタスク行くし。まあ、いや、でもな、弾、絶対弾なくなる。もう 100% なくなる。それはそう。100なる。だから、タスクの場所に近かったらもうタスクの場所に行ってタクティカルカメラポイして。まあ、まあ、場所は覚えたってこと。いや、今、あのスマホで見てる。あ、見てる。はい。ここはどうなん。絶妙に遠い。たまに絶妙に遠い。たまに関しても。ここで湧くぐらいならターミナルで湧いてほしかった。金貯めるか、ひとまず。ショップにあった。ショップはある。右下に行ったらいいんじゃね。あの、レスキューホステージとかなんかいっぱいあるよ。せやね。レッツあのホステージやろ。ピンがさせねえ。ちょっと俺の長クリック反応し。俺のマウスの長クリックはとうに壊れてるわ。長クリック壊れるよな。壊れる。なんかホコリかなんかが溜まってるだけかもしれんけど壊れる。それはある。いてぇ。付近の活動が増加している。警戒しろ。ちょ、テンパストレント持ってきてレベル上げしたらよかったよ普通に。え、さっき持ってる時に死んでるけど。あれ持って帰ってなかったっけさっき。いや持って帰ってそれで再度出撃したけど、あの脱出できなかったしな。え、解除されてない。ああ、そういう、あ、そっか。保証スロット使ってなかったんだから、装備すりゃいいやんって話ね。あ、そう。完全に忘れてたわ。いや。なぜ早く。DMZ とバトロワで強いんだから。なぜ早く教えてくれるのか。いや、ちょっと、やって当然のものかなと思って。でもちょっとあの、弾がね。まあノンカスだと20パートしか入んないから、ね、最初。さっきと同じ場所じゃん。なるほど。あ？これ向こうで助けてまたこっちに連れてくるってやつでしょ。そういうことや。なお前。なんか車の音。え、今のは PMC ではなさそうだ。あれはなんだ。N？N かあれ。どっちに見える？
あ、N だわ。どう見ても N だわ。はい、あんな仲良く乗るかよ。はい、制圧しましょうね。うんうん、あ、そっちの家か。こっち。あ、こっからか。うそ。開ける。いや、強く。さっきの武器と大違いだ、これ。やばい、リロードしちゃった。リロードしちゃった。やべ、人質撃っちゃう。よろし。ウルトラは人質確保。もうより弾が少なし。ウルトラは回収ヘリが向かう着陸地点に人質を運べ。さっさと金にしちゃおう。あ、うん、あ、待って。おっと。ナイス。なん、もう。これでどんぐらい稼げるんだっけ？なんだっけこれ。大した額にならんのじゃない。5000円。5000円、5000円、5000ドルと呼んであげてくれ。いやー、こんなものに50万の価値はね。いや、あの円安気味なんで、おそらく60万くらいだ。確かに。いや、にしたってそんな価値あるよ。はい、じゃあちょっと上の方のショップに行こう。上？ああ、うん、はい。ショップ着いたらそのタスクの場所をピン刺すわ。うん。ちょっと急いで行けば汽車乗れたな。マジで？本当だ。車使うか。車使わんとタスク遠いわ。車。よいしょ。リロードしちゃった。この辺無駄に多いんだよな。ああ、おいおいおい。死んじゃう、死んじゃう。ああ、車。車。やめん。あ、違う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 。違う、拾っちゃった。はい。待って、プレ、敵がいる。行かせて。はい。あ、豆腐屋じゃんこれ。豆腐屋だよ。うわ、なんかヘリ来てるし。でやっ。まあスタンドよりは修理じゃ。なんか敵いるし。おお、なんか NPC 多いぞ。わっ、攻撃ヘリ。何？ちょっと弾薬ドロップしよう。はい、やめて。俺もミューニション買いたい。俺ミューニションてかカバン欲しいな。あ、リバイバルピストル。カバン買う金なくなっちゃった。まだ来てるな。ちょっと装備して、ミューニションボックスもう一個買おう。
あ、ミューニションボックスって1000ドルなのか。うん。あ、汽車来てる。乗らね？乗っちゃう？ちょっとささっと乗って中身だけ見よう。はい。ちょ、アーマーさん欲しい。さすがに。え、なにこれ？こんなのあった？何このちゃんとしたやつ。ちょ、どうやって乗る？一番後ろ。ここか。あ、ちょ、危ね。ここか。よし。ここか。俺は乗ったぞ。え俺一番後ろで乗ったぞ。あ、うっ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 、もういいわ。あさってこい、とって。もういいよ、俺はカバン取ったからいいよ。お下手くそだよ。いや、あれ、あの、途中乗車できる形になってない、なってないよ、あれ。ダブル。あ、待って、あれプレイヤーじゃん。わ？あ、違った。全然違った。いや、やめろ。いやまあ、俺はカバン取ってきたし、別に美味しいな。ちょっとタスクの場所にピン刺すわ。ね、なんだっけ、あの密輸トンのカメラ置く場所に。そう、これはね、この辺にあるらしい。どこだ？その辺？ちょっとね、参考にしてるサイトもかなりアバウトだから、行ってみないことには分かんないわ。ラスト。行くぞ。乗り物。修理済みだ。おそらくこの豆腐、5.5 リッター直噴ターボだ。何もわかんねえ。こんな車で 5.5 リッターもあるわけがない。あれ、道ないじゃん。道はここからある。はい、あるけど行けんのかこれ。え、本当にあるかこれ。野蛮人が多そうな。それね、いけねえわ。おい、いけねえわ、いけねえわ、その道。あの、まあ、いや、普通に大通り行くのが楽だわ。はい、普通に大通り、この道をね、っちに。野蛮人が多いルートはね、避けたいんよ。あ、でもあそこ、なんかあの UAV さっきまで動いてた。じゃあもう山登りだ。ピン消えたな。ちょうど今消えたね。まあ、このまま真っ直ぐ行く。じゃあこの要塞ピンしちゃけいいやん。ああ、そうそうそう、すぐそこに。うわぁ、まあ、まあ道はないけど頑張れば行けそうだろう。タクティカルカメラをね、入り口出口に設置するだけでいいらしい、タスクは。まあ、タスク内容は超簡単だな。うん。進むのかどうかで。さすがに。あと、その、ちゃんとその入り口出口分かりやすいようになってんのかだけどね、道湯トンネルが。この辺らしいですが。降りる。これじゃね？これじゃん？え？これじゃん？要塞じゃねえか。要塞じゃねえ。え、なんで？え、でもこれじゃねえ。ちょっと待ってね。でもこれじゃねえ。要塞になってる建物の中や線路の右側の縦穴？ん？ちょっと待って。密輸トンネルが見つかってればそのタスクが進むらしいから、使ってない、進まんね。これじゃないのか。じゃあ縦穴が開いてるんだって、ラベリングできる。あー、待って、それね、見たことあるかも。つかプレイヤーいるかも、あっちの方に。近い？
あの機敏の方だからちょっと透明、ね、なんか銃声するもん。うん。え？あ、三つ、え？え？どれだよ。え？どれだよ。どれだよ。てかここさ、うん。誰か来た後あるな。うん、来てる。わお、なんだい。なこれ、デッドボルト解除。ここ要塞だけど。要塞かこれ。なんで要塞か。陥落済みだ。要塞。あった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 、これ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 、どれ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 、これ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 、うんうんうん、どこに行ってんの、ちょちょ、建物の中だ。あ、サンプレートアーマーゲットした、これ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 、わお、あそう、え、こここんなにうまいの、もしかして。あ、サンプレートアーマー入ってるじゃん、バックパック中あるよ。いいものがある。バックパック中は持ってる。オッケー。ここ入り口と出口がある。だーで、敵が設置したやつだったらバレますぞ。じゃあこれ、これじゃねえ。あともう一箇所設置するよ。わかった。ああ、来た来た来た。はいはいはい。じゃあもう一箇所どっかにある。ああ、こっちかな。この辺に設置すればいいのかな。あ、違う違う違う。ウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。ワイヤートラップ怖すぎ。タックカメラを使う。どう。あ、終わった。終わり。これで脱出、一回の出撃中に脱出ってどういうこと。今から死ぬなってこと。じゃない。帰るか。右も左も UAV 動いてるの怖すぎだろ。わ。脱出地点。オッケー、そっちね。うん。まあ歩いていくか。ああ、そうだね。へえ、ちょっと。あ、あるじゃん、なんかいい。距離稼ぐか。うん。学びになったな。あの、あそこに行っても、いい装備が手に入る説ある。怖っ。ここも怖っ。あれ、つかり呼んでね。今から行くと行け場所呼ばれてるよ。ぽいね。今来てるよ、ヘリ。まあいいわ、先に帰ってくれんならまあ何事もなく、トラブルなく帰れるからいいわ。とりあえずアップロードできるものがない。いた。いた？いやいや、ちょっと撃たれた。ああ、もう向かってんのね。ああ、向かってる。大丈夫だ。あれ、回収地点どれだっけ。ピンがうまく見えない。あ、こっちか。俺。あ、なんかピンさせねえんだけど。まあいいや。ウルトラは付近の活動が増加している。警戒しろ。ウルトラは隊員が離れていく。共に行動すべきだ。ウルトラは近くに救護が必要なオペレーターがいる。なんか救援要請どっち。わからん。あ、後ろだ。え、近いじゃん。待って、俺やばい、俺やばい、俺やばい、助けて。来た。ちょうど降下してたところに当たっちゃった。どこで救援求めてんのか分かりません。いや、後ろ後ろ後ろ。 100m 早い。近い。助けてあげる。つけてもいい。あ、ちょっとミューニション出すわ。俺は今いいや。あ、今ピン消えたよ。あ、落ちた。じゃあいいや。消えたらいいや。ああ、物資取ろうとしてなかった。そういうことだ。ああ、じゃあ取るか。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 救援要請してる人いなくなったけど。これなんか嫌だな。怖い。ここマルチのマップじゃん。あ、本当だ。ウルトラはドッグタグを奪ったことで敵のオペレーターに位置を知られた。ドッグタグはもらうっていうね。もう一人どこで死んだんだ。これじゃね。あ、違う。あ、これだ。
わあ、キャッシュたくさん持ってるじゃない。おー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 おお、なんかすごそうなの。黄金の頭蓋骨出た。あ、タック部位だ、これ収納してこ。この人の武器もらおう。まあいいや。回収地点。脱出ゾーンをマークする。なんでみんなこんな SPX 使ってんの？拾い物か。じゃない？つかさ、さすがにそうか。敵の分隊ともども死んでいるところで助け求められてもさ、ぶっちゃけ起こしてもメリットないと思うよ。パーティーメンバーが増える。でも別に、まあ、危険が迫ってるとかじゃないじゃん。まあ、ね、回収地点で今爆発が。UAV 使っちゃおう。でもなんか NPC はいる。NPC はいる。いや、硬いやつじゃない、あれ。違う。全然硬い。普通のやつ。持っている。あれ？え？どこに消えた？置いた。ここは安全だ。ウルトラ1、台の方は着陸する。安全を確保してくれ。なんか要塞のキーカードひたすら手に入るな。なんかめっちゃ落ちる。めっちゃ落ちる。逆に鍵があんまり落ちなくなった？確かに鍵あんま見ない気がする。うん。それともあったところで場所わかんねえから廃止した？数減った？数減った。バトルハーデン。バトルハーデン。てかスカベンジャーつけてたのに弾そんな必要だった？スカベンジャーで回収をしてねえ。なんで？ DMZ のスカベンジャーでどうやったら回収できる？え、わからん。もしかして意味ない？かもしれない。ぬか喜びさせられた？一番ハズレパーク。いや、分からんけど。アルマズラへようこそ。へい。あ、このリスポン初めて。うん、初めてだ、ね。あ、ここ白衣表？白衣表のストアが近いんじゃない？ここ。じゃあ金を稼ごう。金を稼ぐものが全然ねえ。これか？マーニー、マーニー、マーニー。レスキューホステージはここにあるよ。楽じゃん、それ。いいじゃん、それ。UAV じゃね。楽かは知らんけど、まず5000円。まず敵がいないか怖い。始まりたて。いつだってそうで。それテンパスか。これテンパス。いや、あの距離ワンパンだからね。スナイパーで。信じられん。あ、これはさすがに2発か。114メートル。さすがに。さすがにね。普通のアーマー着てるやつでも2発。お静かに敵を減らせそうでいいわ。お静かに。ちょ、クソ、エムすぎる。それでなくても弾少ないんだから節約したいっちゅうのにクソエムすぎるんだよな。
でも弾薬回収できるな、ここ。あ、それめっちゃいい、マジで。しかもこれさ、これってクールタイム、クールタイムがあるよ。クールタイムがどのくらいか知らんけど無限だね。最強だ。人質どこかな。行こうか。敵の攻撃を受けてる。わ。あ、要塞のキーが。要塞制圧しても金稼げるんじゃね。確かに。と思った。それでもいいな。別に全然いい。ちょうどそこに要塞あるし、やるか。でも迫撃砲結構高いんだよな。なんぼしたん？あれ1万2000ぐらいしなかった？あ、高か。一応 PMC がいないかチェック。いないな。おう、突撃しますか。ちょっと待って、俺上から行くわ。じゃあ俺下開けるよ。待って、俺しか持ってないけど、そっちから開けれんの？開けれる、俺も持ってる。あ、オッケー、じゃあ開けるわ。あれ？あ、いた。襲撃されてる。ここ誰もいなかったわ。あれ？なんか大した。え、もう終わり。あれ？金目。くそ、開けないじゃん。金目になるもん。赤ボックス2階にあったくらいだろ、2つ。ダメだ、人質だ。それとも外れ引いたのか、これ。これ外れ、これ外れ、外れだわ。NPC が落とす、少ないキャッシュ集めてる方がまだマシだわ。クールタイム終わったかな。ああ、どうだろう。終わってる。最高かよ。まあビビたるもんだけど。まあ。上にいる。俺がいる。赤田。赤田。よし。そこのアパートみたいなマンションみたいな、そこに人質救出で行くことあるんだ。だね。なんか車来たわ。何ブルマだあれ。あー、N。どう見てもいい。正面から突撃するか。開けちゃう。車線が、やっべ。なんで急にこんなスタンバってんだよ。上か。爆弾ありそう。ないか。どこ。この辺音するな。あ、上だ。急に広いじゃん。ありがとう。ダメかと。ウルトラは人質を確保、回収のため着陸地点に向かえ。あ、やべえ、俺サブ武器ないんだった。ウルトラは回収ヘリを向かわせた。人質をして。これ人質と一緒に降りれないよね。それパンチしかできないから、援護よろしく。頑張って降りて。
上に2人いたからビビったわ。ああ、こっちから。うおぉ。そっち行ける?くっ。道なりに行かないと。でもさ、こいつ一人なんかじゃ全然金足りねえわ。迫撃砲。全然足りないね。二人合わせて1万でしょ。ウルトラは人質を確保し、ヘリに戻ろう。はい、ワンモア契約ぐらいか?うん。ワンモア契約なくね?この辺全然。あ、出てきた。これとか。あ、それやね。ニュークリアマテリ。めんどくさそう。ん?狙われている?え?何に?お前は狙われているって言われたけど、何?知らない。お前は狙われているんだ。この辺にキャッシュ落ちてねえかな。適当な箱はさ、あのショップのあのマシーンでもあれも大して入ってないんだよな。ショップのマシーン、レジ、ああ、そうそう、レジ。レジ。レジマシン。レジマシン。一般兵士なんか大した金を落とさんし。まあね、一般兵士倒したらたまに指名手配。あれ?なんかやっちゃいましたかみたいな。さっきさ、ショップで買えるもの変わんないって言ってたよね。ショップの場所は変わってね、でも。わかる。わかる。だって、あの、ここだけど、最寄りのショップ。戦利品だ。大丈夫か、これ。行ってみるか。なんか、候補が複数あって、それでランダムな。かも。かも。一旦ショップの様子を見に行こう、先に。多いな。え、あの車は?お?何の車?あれプレイヤー?あれセダンだぞ、だって。いや、でも NPC の場合もあるんだよね、あれ、今は。止まってよ、止まってよ。こっち来てる、こっち来てる。あ、NNN。なんだよ。はい、NPC のくせに、普通のセダン乗るな。弾使うなぁ。最高警団が必要だ。あ、待って、あんまなくなっちゃった。え?まあ、買うからいいや。地道にやらんともらんたせがねえとな。金ねえんだわ。あれもやるしかねえ。せやな。延べ棒とかさ、いっぱい手に入ればいいんだけどな。まあ。ぜえ。お?あ、武器か。ここ迫撃じゃないっす。ちゃうか。困ったな。プレイヤー買った方が、あの、金、いや、まあ、プレイヤーも運だしな。あ、あれ。一旦ショップ。使い切った。え、使い切ったの?うん、使い切った。お、タスクできねえじゃねえか。ちょっとアーマーが欲しかった。敵借りに行くか、つってもな。どうしようかな。一応ここもショップはあるけど。どれだ?え、近くに?え、ちゃうやん。こっちこっち。どのショップ?あ、そっちか。ボートがあればいいんだけど、ないな。
そんなものはない。なんだ？サムタレット。あれ？武器ケースなんか落っこちてね。ほんとだ。指揮官倒したんだ。指揮官倒したけど、まだ武器ケース拾ってないのか。脱出地点だよな、あれ。確かに。このまま誰も拾わなかったら、ほらね、誰も飛んだもんね。いや、誰も飛んないってことはないだろうけど。うん、まあ。こんなとこに橋があった。で、キャッシュ持ってねえか、君たち。500か、しょっぺえな。800か、お前はそこそこもらってる。そこそこもらってる。ヘリ来たな。これ。これ。考えること同じか。ああ何も落とさねえじゃねえ。何も落とさねえじゃねえか、こいつら。弾出すわ。なんだ、降りてこないと何も落とさない。なんだよ。すぐセムテックス4個でヘリ破壊できんだな。めっちゃ簡単じゃん。俺今8000。だけどここに迫撃撃ってたとしてね。枯れる敵がいるかという。まあ。あ、鍵だ。要塞じゃねえか。ショップどこだ？一番上かもしんねえな、これ。だよね。これ取れるじゃん。全然大したことじゃねえな。前はこっちにショップ、あ。どっから登ったこれ。さっきね、入り口の横にあったんだよね、登れるところ。エリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。これ内部からだとどうやって上行くんだ。外周からの方が早いかもしれない。行けそうだな。一回外出よう。うわ。あったあった。さすがに武器ケース誰か拾った。まだ拾ってねえよ。なんで？ちょっとどれだ？あれか？あれなんか思っていたのと違うんだけど。もういいや、戻ろう。ああ、ボムドローンだ、ここ。ダメだな。ちょっと、おっしゃった。PMC いる感じも全くしないし。ねえ。UAV 動かそう。もう武器ケース回収しちゃうぞ。もうして帰ってもいいじゃん。うん。こんなとこ絶対 PMC いないし。ああ。確か正面の入り口、車あったはず。すぐそこにあるな。武器ケースがあそこか。移動する。でもあんなところに放置するか普通。いや、指揮官タスクだけやったんじゃない。分からんけど。バレないようにこそっと。でもそれなら近づいて武器ケースを回収するということは手芸にこっちの位置。あれ？いや、いや、N だ、あれ。N だ。さすがに4人仲良しに乗ってんのかと思った。確かあのドーム、あの崖っぷちのとこにロープ張ってるんだよな。あるね。それ、そのまま行くとやばいから。わかってるよ。こっからこうか。
あれここで曲がる。あの車何？あの車。あれ PMC、PMC。本当だ。撃て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 。撃って。むずい。あ、ダウンダウンダウン、一人だ。ナイスナイスナイス。撃て撃て撃て。弾がなくなる。サブにしよう。あれ起こしてるんじゃない？違うか。撃って。前に行った。クソ。どこ？今いた。ちょ一回降りよう。ここたくさんできるから中。え、ここやばい。ここで降りんのやばくね。まあ、いいか。近くにいたわ、PMC。逃げちゃったかな。さすがに降りたら逃げるやん。さっきダウンさせたやつは。いや、まだいるまだいるまだいる。あ、一人ダウンダウン。もう一人いるもう一人いる。リロードしちゃったよ。俺が治療してやる。ナイス、2人か。ちょっとまた来てね、あれ何あれあれ、P、あれ P じゃん。ダウンダウンダウン。ナイス。ちょ、なんでこんな次から次へと来るの。奴らのスライパーを倒した。正金だ。やだ。いや、生きてる生きてる生きてる。嘘。起きてる。あ、ダウンした。ナイス。あれ、自己ソモ使ってる、あれ。行く、行くわ。何どうします、兄貴。いやー。いや、どう。どうします？どうどういや、今のところメリットがないメリットがどこに弾薬をドロップする。そんなことより金じゃ金お前らの金をよこせって。お前らの金をよこせ。見てみ、まだ武器ケース放置されてるよ。あれさ、ギリギリで、うん、なのかね。タグを確保したな。じゃない？敵のオペレーターに追跡されているぞ。回収地点でスタンバってみない？まあいいよ。ボックス出すわ。うん。ボックス使い切っちゃった俺。さっき敵から回収した。ああ。あ、これね。味方の弾薬箱だ。うん。この回収地点なら、汚染からかなり遠いから。ただね、敵の方が高所だから、こっちチェック されたら、やばい。回収地点をうまいこと監視できそうないいところがあればいいんだけど。あ、あと、今 UAV 持ってるんで、最悪これを使う。最悪する。これとかどう思う？いや、ちょ、壁ないな、これ。壁ないし、ちょっと遠いか。ほら、いや、あれはね、絶対企んでる。近くに車があって、そこに武器ケースだって置いてるんだよ。なんか怪しいよね、あれ。うん、怪しい。放射性物質が拡散される前に、あれ、企みのある人間がやることだわ。だって、あんなさ、綺麗に
建物の中に武器ケース置いてあるし、ね、一か八かなんだけどさ、一応ここに入れるよ。うん、どう思う？あそこで入って待ってる。そうそうそう。ただバレたらやばい、マジで。まあでもあれか、書くだっけ、汚染地域クソ遠いから、まあ余裕は、まあ、ヘリがね呼ばれたらわかるからね、ここにいたら。うん、よし、俺たちは待つ。いやらしいわ。もうタスク全無視で来るかな。いや来ると思うよ。とりあえずマップ完備してるだけでいいよ。ウルトラは付近の活動が増加している。絶対来る。警戒しろ。あのパーティーの脱出もここじゃないとあれじゃん。これもしかして我慢比べになる、まあ、俺たちがもう気になって仕方がないからこれからあれを見に行くか。いや待って、違うな、あれ意図的に置いてる車じゃ なさそうだわ。見に行ってみる。あー行く。マップよく見たら別に重ねてるわけじゃないわ。あ13、まあ待ってストップ。いや、モサはゴーストパーク持ってるからな。今聞こえた銃声って上から下？右。ちょっと右だったよね。上ではないと思う。まあ自分からリスクを犯して見に行く必要もないか。銃声がするってことはね、その回収地点目指してくると思うよ。だね。俺たちはしぶとく待つよ。まあ余裕あるし。そう。もうさっきさ、あのやられたスタジアムみたいなとこでやられた。おお、バカ野郎。ちょっとマウスクリック簡単に押ささる。武器。いや怪しい、あの武器ケース。だってずっとあそこに放置したってさ、ドーム周辺で漁れるもんなんてもう限られてるでしょ。それはめっちゃわかる。あ、車なくなった。壊れた。あえ、どういうこと。あれぜ、あ、動いてる。あ、敵のベース。あ、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 来た、来た。来るか、来るか、来るか、来る。来るか、貴様。あ、来るか。来そうだな、これ。来るか、ちょっと待って、上だとバレちゃう。どのタイミングで撃つ。え、呼んでんの、もう乗る瞬間でしょ、もう。あ、これ見られたかもしんない。そこ今行かない方が行くね。車にセムテックスぺったりできたらいいな。降りてる、降りてる。絶対悪だくみしてたじゃん、一人だけど、あれ。あ、呼んでからの方がよくね。分かってる、分かってる。すまんな。放射性物質がエリアに広がっている。一応俺まだ見てるよ。こういう戦いなんだよ、これは。こういう戦いなんだよ。一人だったんだね、あれ。だったね、ちょっとこの電車怖い。わかる。エリア内に敵の迫撃砲が来るぞ。こちら台の方。何迫撃砲。安全を確保してくれ。ほんとだ。どっからだ、わからん。これ近くにまだいるかもしれん。 UAV 使うか。うわ、山だな。山だね。いいわ、俺も取るよこれ。 OK。二人ね、あれ違うか、一人だね。一人だね。さよなら。どれだ。どっかいるぞ、山に。あれ、え、あ、あれか、あれだ。
いや、見えるんだけど、ピン刺せねえ。わかんねえ。ちょっと当てたけど、紫だった。いや、しめしめ。しめしめ。まあ、そういう戦いだったな。いや、結果的にあの看板。あと1個で、全部だ。あと2個。あの看板、正解だったな。正解だった。タスクは進んでないけど。何だったんだろうね、あれ。仲間だったのかな、それとも武器ケースを狙っていたまたソロか。カボ、カボ。問題は誰が何の理由でずっとあそこに武器ケースを置いてたかなんだが、今の人が絶対回収したくて一生待ってたんで。あのタイムリミットが迫って逃げるよりかは序盤で回収できるならさっさと回収して帰るべきだと思うけどね。序盤みんなだってタスクやってるでしょ。まあまあ、そうか。まあまあまあ、じゃあ今日はちょうど気持ちよくなれたからこの辺で終了ということで、お疲れ様です。